三箇所第二章。その床の上で不義を図り、悪を行う者は災いである。彼らはその手に力あるゆえ、夜が明けるとこれを行う。彼らは田畑をむさぼってこれを奪い、家をむさぼってこれを取る。彼らは人を教えたげてその家を奪い、人を教えたげてその修行を奪う。それゆえ主はこう言われる。見よ、私はこの輩に向かって災いを下そうと図る。あなた方はその首をこれから外すことはできない。またまっすぐに立って歩くことはできない。これは災いの時だからである。その日人々は歌を作って、あなた方を罵り、悲しみの歌を持って嘆き悲しみ、我々はことごとく滅ぼされる。我が民の分は人に与えられる。どうしてこれは私から離れるのであろう。我々の田畑は我々を捕らえた者の間に分け与えられるという。それゆえ主の回収のうちには、くじによって測り縄を張る者は一人もなくなる。彼らは言う。あなた方は説教してはならない。そのようなことについて説教してはならない。そうすれば我々は恥を被ることがないと。ヤコブの家よ、そんなことは言えるのだろうか。主は身近な方であろうか。これらは主の御業なのであろうか。我が言葉は正しく歩む者に益とならないのであろうか。ところがあなた方は立って我が民の敵となり、戦のことを知らずに安らかに過ぎゆく者から、平和な者から上着を剥ぎ取り、我が民の女たちをその楽しい家から追い出し、その子供から我が境を常しえに奪う。立って去れ。これはあなた方の休み場所ではない。これは汚れの家に滅びる。その滅びは悲惨な滅びだ。もし人が風に歩み偽りを言い、私は葡萄酒と古き酒とについてあなたに説教しようというならば、その人はこの民の説教者となるであろう。ヤコブよ、私は必ずあなたをことごとく集め、イスラエルの残れるものを集める。私はこれを檻の羊のように、牧場の中の群れのように共に置く。これは人の王騎によって騒がしくなる。打ち破る者は彼らに先立って登り行き、彼らは門を打ち破り、これを通って外に出て行く。彼らの王はその前に進み、主はその先頭に立たれる。